はい、こんにちは。イメチェンチャンネルの内田です。今回はあなたに宿毛矯正が合うかどうかっていうのの判断をするための動画っていうのを出していきたいなと思います。今回この宿毛矯正をやった方がいいかどうかの判断をするにあたっての判断すべき3ポイント3ステップっていうのがあります。でまずはステップ1です。これ結論でもあるんですけど、今の自分の癖や髪の広がりっていうのが気になるかどうかっていうのがまあ大事です。単純に気になってなかったらやる必要はないですし、その癖や広がりが気になるからやるべきものなので、まずはここで大きく分かれます。気になったらまずやった方がいいです。で次にじゃあステップ2に行きます。ステップ2なんですけど、髪の毛を濡らした時に癖が出るか出ないかです。ここでまず大きく分かれるんですけど、どちらのタイプでもやった方がいいことではあるんですけど、パターンは別にいきたいなと思います。でまずは髪の毛を水で濡らして癖が出ないタイプの方は、髪の毛が結構細い傾向にあったりとか、ボリュームが出ないことを結構悩んでる方が多かったりするので、基本的には宿毛矯正ってするとまずボリュームが少し落ちるっていうところと、トップのふんわり感が少しなくなってしまうことの方が多いので、細毛でパヤパヤパヤってなるタイプの乾燥毛の人っていうのは、それが一つ懸念材料ではあります。あとは毎日こうブローって言って、髪の毛こうドライヤーでバーって乾かした時とか、自分でアイロンをしたりとかで結構対応できたりするぐらいの癖のパターンが多いので、それでできるのであれば宿毛矯正っていうのはまあ必要ないかなとは思うので、それで対応できるかどうかっていうのもポイントの一つです。まあそれでも結構夕方になったらまたファファーで表面がこうパサパサしてツヤがなくなっちゃったりとか、もう髪の毛毛先チリチリになっちゃったりとか、うねりが結構汗で出てくるわっていう人とかは、やっぱり宿毛矯正するとパーマっていうのをやった方が絶対いいので、何もペタ毛で濡らしても癖が出ないよっていう人でも、基本的には今言った自分でスタイリングできるよとか、ちょっとボリュームなくなるのは嫌だなって思った人以外の方であればやった方がいいです。僕のお客さんでも結構やってる人はすごい多いので、まあその項目をクリアできたのであればやった方がいいかなと思います。で次に濡らしても癖が出るタイプの方なんですけど、この人は結構癖のジャンル的にはすごい強くなってきてるので、基本的にはやった方がいいかなと思います。癖が強いっていうよりかは、まあ、濡らしても出るってことは、まあ、ドライヤーでは対応もしきれないというか、自分でアイロンでやったりとかして対応してる人が多いと思うので、毎日朝アイロンをして癖を伸ばすっていう作業って結構大変だと思うので、そこの対処っていう意味でもやった方が変わるんじゃないかなと思います。まあ、濡らしても癖が出る人は宿毛矯正した時にすごいこう綺麗になる幅が広いというか、いつも結構悩ましい髪の毛になってると思うので、宿毛した時の感動具合っていうのはすごい高いので、ちょっとぜひやってみてほしいなと思います。だから人生が変わるタイプの髪質なので、おすすめレベル的には一番高いかなと思います。で、あと判断すべき3ステップ目なんですけど、3つ目は、予算です。予算っていうのはどういうことかっていうと、宿毛矯正ストレートパーマは1回やったら永遠にかけなくていいものではないです。で、根元が伸びてきたら根元にかけるんですよ。もう毛先にはもうかけなくていいので、基本的には落ちません。なので根元が伸びてきたら根元にもう1回かけるのを、だいたい4ヶ月に1回ぐらい、3ヶ月に1回ぐらいの周期でかけるのが問題ないよっていう方はやった方がいいです。っていうのも癖が出てくると、ここはすごい四角くボリュームが出ちゃいませんか、癖があるからってこうなっちゃうんですけど、バランスがすごく崩れてきてしまうので、それがだいたい 4,5 ヶ月が目安になってますけど、まあだいたい1万円以上だったりとかすると思うので、結構お値段もするので、そこが問題なければいいなと思います。以上今言った3つのポイント、癖がまず気になるかどうか、あとは水で濡らした時のパターン別に自分の癖は自分で対処できるレベルかどうか、で、あと3つ目の予算ですね、まあ、定期的にかけていける、自分の予算事情が大丈夫なのかどうか、この3つをクリアした状態の方はかなりおすすめです。で、最後に、まあ疑問というか、よくあるお客様からの質問だったりとか、コメント欄とかで出てくる、質問をよく出てくるやつをちょっとピックアップして答えていこうかなと思うんですけど、シャキーンとなるのが心配ですっていう方、これはならない方法があります。
ブローでやってあげたりとか、柔らかいお薬でかければ大丈夫なんですけど、基本的には、お薬で髪の毛の結合を切りすぎるとシャキンとなりやすかったりするので、これのうまいオーダーの仕方っていうのは下の概要欄に動画別に出してあるので、それをちょっと見てみてください。で、あともう一個、生え癖は、基本的には縮毛矯正では治りません。生え癖っていうのはもう根元から出てきてるところなので、縮毛矯正とかストッパーっていうのは根元にはつけないんですよ。基本薬は基本的にはつけないです。で、あと最後にストッパーと縮毛矯正の違いなんですけど、これもすごいよく聞かれるんですけど、ストッパーはパーマ落としです。なので、癖やうねりっていうのは治らないです。このストッパーと縮毛矯正の違いについても動画出してありますの で、下に概要欄貼ってますので、その動画をちょっと見てみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は、縮毛矯正が自分に合ってるかどうかの判断をするための、ステップとして3つ教えました。縮毛矯正ってそんなにこう怖い技術でもないですし、危ないというか、髪の毛にダメージはあるんですけど、本当にすごいいい技術なので、ぜひそのデメリットばかりとらわれないで、ぜひぜひトライしてみてほしいなと思います。人生が変わるきっかけになるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。この動画が面白いなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価もぜひぜひよろしくお願いします。